ダニペドロサ、ダニペドロサは、スペインカタルーニャ州出身のオートバイレーサーの、ロードレース世界選手権 125cc、クラスチャンピオン同選手権 250cc、クラスチャンピオン、より同選手権最高峰のモートジッピークラスに、レプソルホンダから参戦中、身長、体重。ペドロサは、バルセラナ県の都市サバデルに生まれ、7km 離れた。 郊外の村、カステジャル・デル・バジェスで育った。4歳でバイクに乗り始めたが、初めてのバイクは補助輪付きのイタルジェット5であった。6歳で初めてレース用バイクに乗るが、川崎を模したミニバイクで、それを使って友達とレースを行った。1996年、9歳でスペインのポケットバイク選手権に参加、シーズン2戦目で初の表彰台に上り、 ランキング2位となった。翌97年も参戦したが、健康上の問題でランキングは3位に終わった。1998年、12歳でチャンピオンを獲得したが、経済的な問題からロードレースを続けることは困難だった。1999年、ペグロサはスペインの大手通信会社、テレフォニカが支援するスペイン人グラプリライダー養成プロジェクト、 モビスター・アクティバカップの存在をシリコレに応募、ハラマサーキットで行われた公開テストに参加して8位で完走した。このテストでの活躍が認められ、2000年より監督、アルベルト・プーチの率いるチームから、ロードレース・スペイン選手権にデビューすることになる。同選手権で、ペドロサは年間ランキング4位の成績を収めた。15歳のペドロサは、トニー・エリアス、ホアン・オリベと共に、 テレフォニカモビスタージュニアチームからロードレース世界選手権 125cc クラスに参戦を開始。初年度から2度の表彰台を獲得するなどルーキーながら関係者の注目を集める。2年目の2代7戦ダッチ TT で初優勝を挙げてランキング3位となり、3年目の2003年には圧倒的強さで5勝を挙げ、この年の第14戦マレーシア GP にて125、 CC クラスの世界チャンピオンに輝いた。しかし、第15戦オーストラリア GP のフリー走行中、転倒したペドロサは両足首を骨折する大怪我を負ってしまう。ペドロサはアルベルトプーチ監督と共に 250CC クラスにステップアップする。前年の事故以来、新しいマシンでのテスト走行もほとんどないまま、中量級デビューを迎えたペドロサだったが、 開幕戦南アフリカ GP でランディド・プニエとのバトルを制し 250cc クラス初レースを見事優勝で飾ったその後もシーズンを通じて他のライダーを圧倒し 250cc クラス参戦初年度にしてチャンピオンとなったこの年は7勝を挙げ13回の表彰台を獲得したシーズン後にはホンダからチャンピオン獲得のご褒美として モートジッピーマシン RC211V のテスライドも経験し、翌年からモートジッピークラスにステップアップするかと思われた。しかし、後述する体格の問題からステップアップを見送り、もう 250cc クラスに参戦する。チャンピオンとして追われる立場になっても、ペドロサの強さは変わらず、シーズン8勝を挙げ14回の表彰台を獲得。 第15戦オーストラリア GP にて2年連続の中量級制覇と3年連続のタイトル獲得を達した。満を持たして最高峰、モートジッピークラスにステップアップした、ペドロサは、ホンダのワークスチームである、レプソルホンダに移籍した。ホンダは、バレンティーノロッシュの山敗以後2年連続で、ライダータイトルを奪われており、秘蔵っ子ペドロサにタイトル奪還を期待して、 ワークスライダーのシートを用意した。これに対して評論家たちは、ペドロサの小柄な体格は、大きくて重いモートジッピーマシーンを扱うには、十分でなく、最高峰クラスでの成功は望めないとした。果たして、デビュー戦となった、開幕戦のヘレスでは、ホンダの期待に応えるように優勝を争い、2位でレースを終えて評論家たちの見解が間違っていることを、立証した。 第4戦中国 GP で早くも初優勝を遂げる。この勝利で、ペドロサは、フレディ・スペンサーに次ぐ若さ、アベノ・リーフミと同じで、最高峰クラスにおいて優勝したライダーとなった。その後第9戦イギリス GP で2勝目を記録、タイトル争いの有力候補となった。初めてバレンティーノ・ロッシと表彰台を分け合うこととなったこの勝利は、ペドロサにとって忘れられないものとなった。 彼はまた前半戦でポールポジションを2回獲得した。マレーシア GP までチームメイトのニッキー・ヘイデンに次ぐランキング2位を維持していたがフリープラクティスで転倒、膝を強打した。予選セッションは激しい降雨のためキャンセルとなりペドロサは5番グリッドを獲得する。決勝では負傷を抱えながらも奇跡的にロッシ、ロリス・カピロッシに次ぐ3位を獲得した。 しかしながら、次戦オーストラリアでは、マシンの制御に手こずり、決勝では15位と、ランキング争いでも5位に後退してしまう。不調は、第16戦のポルトガル GP まで続いた。スタートは好調で、ペドロサは、コーリン・エドワーズとヘイデンの前、2位を走行した。5ラップ目に、ペドロサはヘイデンを巻き込んでクラッシュした。ペドロサはヘイデンを抜こうとしてスリップし、共にコースアウトした。 このクラッシュで、ペドロサは優勝するという、わずかな望みを立た,たれ、ヘーデンもロッシュが2位でフィニッシュしたことで選手でのリードを失った。しかしながら2週間後の最終戦でヘーデンはロッシュを逆転してタイトルを獲得、ペドロサも4位入賞した。その結果、ペドロサはデビューシーズンでランキング5位に入ることなり、同じくルーキーで 250cc 時代の、 ライバルであったケイシー・ストーナーを打ち破り、ルーキー・オブ・ザ・イヤーを獲得した。シーズン終了後に、ヘレスで行われた3日間のテストで、ペドロサは、RC212V で予選タイヤを装着して、ロッシに0.214秒の僅差で打ち勝ち、トップタイムを叩き出した。ロッシは、前半2日間のトップであった。ペドロサのベストタイムは1分39秒910であった。 引き続きペドロサは、レプソルホンダから参戦。技術規則の変更で、モートジッピークラスのマシン排気量が 800cc に縮小し、加速力が落ちること、マシンもコンパクトになることなどから、軽量、小柄なペドロサにとっては有利な状況になると予想され、有力なチャンピオン候補と目された。新型のホンダ RC212V は問題を有していたが、 最終戦バレンシア GP では年間王者となったストーナーを下してシーズン2回目の優勝を記録。この結果バレンティーノロッシを1ポイント差で逆転して年間ランキング2位を獲得した。シーズン後2008年と2009年の2年契約を結ぶはゼッケンを前年までの26スペイン選手権時代から使用してきたナンバーから前年度ランキングの 2に,に変更。開幕前テストで負傷したものの、開幕戦では3位に入り、2戦目で優勝するなど、シーズン中盤まで、ロッシ、ストーナーと共にランキングトップ争いを演じていた。しかしながら、第10戦ドイツ GP で点灯リタイヤ、第11戦アメリカ GP は欠場となる。また、徐々に使用する、ミシュランタイヤのパフォーマンスが低下、第12戦チェコ GP では、 周回遅れの浮き目に遭う。シーズン途中のインディアナポリス GP でタイヤをブリジストンに変更したが、チャンピオン争いからは完全に脱落し、ランキング3位でシーズンを終えた。のジェッケンは前年順位の3でシーズンに挑むことになった。前年同様にシーズン前にクラッシュして負傷し、テスト不足と後遺症が懸念されたが、開幕戦こそ11位と低迷したものの、 第2戦から3戦連続で表彰台を獲得した。第5戦イタリア GP ではプラクティスで負傷、決勝もリタイアし、トップからは33ポイント差となる。第7戦オランダ GP でもリタイアしたが、第8戦アメリカ GP での優勝で調子を取り戻し、その後は安定した成績を残して、最終戦バレンシア GP も優勝し、2年連続ランキング3位となった。は ゼッケンを26に戻す。これはいつもの番号に戻してほしいというファンの願いに応えてのものであった。このシーズンは序盤から中盤にかけて優勝4回2位5回の好成績を残した。第14戦日本 GP でマシントラブルから転倒、鎖骨を骨折して3レースを欠場したが、ホルヘロレンソに次ぐランキング2位の座を守り切った。 レプソル・ホンダは3代にチーム体制を拡大。チームメイトにはアンドレア・ドビツオーゾーに加えてスペイン選手権時代にプーチの文化制同士だったゼッケン27のケイシー・ストーナが加入した。序盤3戦で表彰台を獲得し、第3戦ポルトガル GP ではシーズン初勝利を達成した。次戦フランス GP では18ラップ目に2位争いを していたマルコ・シモンチェリと接触、リタイアした。シモンチェリは、アウト側から被かせてきたが、ペドロサがインを抑えようとして、シモンチェリの後輪に接触して転倒した。シモンチェリは、ライドスルーペナルティを与えられた一方、ペドロサはこの事故で鎖骨を骨折した。これによって続く3戦を欠場する。欠場からの復帰後、第9戦ドイツ GP では、ストーナー、 ドレンソとの激しいバトルを制し、シーズン2勝目を挙げる。第10戦アメリカ GP では3位に入り、続くチェコ GP ではシーズン初のポールポジションを獲得したが、決勝はクラッシュでリタイアとなった。その後3戦連続で2位に入り、第15戦日本 GP でシーズン3勝目を挙げる。この勝利でドビツヨーゾを抜いて1ポイント差でランキング3位となるが、 ドビツヨーゾは続く、オーストラリア GP とバレンシア GP を上回って、ペドロサは結局ランキング4位でシーズンを終えた。第17戦マレーシア GP で、ペドロサはポールポジションを獲得したが、このレースはマルコ・シモンチェリの死亡事故のため、キャンセルとなった。レプソル・ホンダは、アンドレア・ドビツヨーゾの遺跡により再び2台のチーム体制に変更される。ペグロサは、 前半7戦中6戦で表彰台に上り2位が3回、3位も3回という安定した成績を残す。シーズン初勝利は第8戦ドイツ GP でザクセンリンクでは3年連続の勝利となった。ペドロサとストーナーの1から2体制でレースは進んだが、ファイナルラップでストーナーはクラッシュ、リタイアとなった。第9戦イタリア GP でペドロサは レプソル・ホンラと2年契約を結び、翌シーズンからは、元2クラスから、ステップアップする〇〇ケスがパートナーとなることが、発表された。決勝レースで、ペドロサは2位となる。続く、アメリカ GP では3位となり、サマーブレイク後のインディアナポリス GP では、ポール・トゥインで、シーズン2勝目を挙げる。第12戦チェコ GP では、ロレンソとのバトルを制して3勝目を挙げる。 第13戦3割の GP では、ポールポジションを獲得するが、決勝は、スタート直前に、カレル・アブラハムのドゥカティが、ストール、ライダーたちは二度のパレードラップを強いられた。ペドロサのマシンのフロントタイヤに装着していた、タイヤウォーマーが張り付き、予備のマシンと取り替えられたが、タイヤウォーマーは土壇場で取り外され、マシンはグリッドに戻された。しかしながら、ペドロサは、グリッド後方から、 スタートしなければならなかった。オープニングラップで、エクトル・バルベラと接触、リタイアとなり、レースはロレンソが制した。第14戦アラゴン GP では、予選2位、決勝は7ラップ目で、ロレンソをパスして優勝した。ペドロサは3年ぶりに、前シーズン走り通して7勝の最多勝を獲得し、チームとメーカーの2冠に貢献した。しかし個人タイトルは6勝のホルヘロレンソに、 ポイント差で逆転され逃してしまう。332ポイントはタイトルを獲得できなかった、ポイント数で最も高い記録となる。はマルク・マルケスが新たなチームメイトとなった。ペドロサは、第3戦スペイン GP で優勝し、続く、フランス GP でも優勝、第15戦のマレーシア GP でも優勝した。しかし、第8戦ドイツ GP は負傷のため欠場している。また、 第14戦アラゴン GP ではマルケスと接触しリタイアした。結局シーズンでは300ポイント獲得したが、ランキングはマルケス、ロレンソに次ぐ3位となった。も、マルケスとのペアでシーズンに臨んだ。序盤4戦連続で表彰台を獲得するなど好調なシーズンインであり、第11戦のチェコ GP で初優勝したが、シーズンはすでに10連勝を達成したマルケスに、 支配れていた。彼は、ヤマハのロレンソ、ロッシとランキング2位を争ったが、オーストラリア GP、マレーシア GP でリタイアし、ランキングは4位に終わった。もう前年と同じ体制で臨む。開幕戦カタール GP は6位に終わる。その後慢性老作性コンパートメント症候群、クローニックギーザーシャネルコンパートメントシンドローム、通称、腕上がりの手術を受けるためテキサス。 アルゼンチン、スペインの参戦を欠場した。ペドロサの代役として、青山博和が参戦した。ペドロサは、第5戦フランス GP で復帰したが、ダンロップケイ員で、クラッシュ、16位の完走扱いで終わった。続く、イタリア GP では4位に終わる。シーズン初の表彰台は、第7戦カタルーニャ GP で、3位となる。第8戦オランダ GP では8位となるが、 第9戦ドイツ GP では2位となる。現在は67ポイントでランキング7位につけている。2006年5月14日の中国 GP にて、チームメイトで先輩のニッキー・ヘイデンを抑え、モートジッピークラス3戦4戦目、20歳227日で初優勝を飾る。この記録はの安倍のリーと並び、史上2番目の若さでの優勝となる。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。